立憲民主党大阪政治出馬会見で逆切れ悪夢の民主党政権で立憲民主党の大阪政治さんが17日に記者会見を開き立憲民主党の代表選に出馬すると表明しましたその際に立憲民主党の支持率が上がらないことについて質問され大阪さんが次のような発言をしてしまいました民主党政権時代のことを未だに色々と上げつらって批判されている 悪いいところだけ表に出て,まて、まててっしまおりあこちらいまだに批判されていると大阪さん主張されてしまっておられますがそのいまだに批判されている原因といたしましてはその悪夢の民主党政権について元民主党の皆様がなぜあのような悪夢のような災害のような政権が誕生してしまったのか原因を分析し 対策を講じられていないからなんじゃないでしょうか。まあ、その結果、立憲民主党に政権を任した場合、悪夢の立憲民主党政権が誕生する可能性があるため、国民の皆様が、有権者の皆様が支持していないものと思われます。さらに大阪さんが、今の日本は本当に多くの不安に満ち溢れている。何と言っていいかわからない多くの不安に 満ち満ちているなどと主張してしまい、批判が殺到しておりますが、まあ、政治家であれば、そのような不安を特定して解決するなり、改善するために努力をし、まあ、様々な提案を行われるべきなんじゃないでしょうか。さらにですね、別の候補者も記者会見を開いており、まず、泉健太さん。記者から立憲民主党が憲法審査会の議論に、 消極的だったと質問され、泉さんが立憲民主党は憲法の議論をしていくことについて否定はしていないなどと言い訳をしておりましたが、まあ、実際問題として立憲民主党ができた後共産党などと共闘して、憲法の議論を妨害続けたという事実がございますので、泉さん、まずはこのような事実を認めていただいて、まあ、こちら、まあ、言い訳というかですね、 質問を受け流そうとされたようでございますが、泉さんが代表になった場合、まあ、しっかりと国会において、まあ、憲法審査会で憲法の議論を行うと明言されてみてはいかがでしょうか。まあ、さらに、西村千奈美さんも出馬会見を開かれておられましたが、この記者会見に同席していた菅直人さんらが寝ていたとして、 やる気ががあるのかと批判が出ておりますけれども、まあ、こちら西村さんの陣営からアリバイ作りで出馬したというような主張まで出てきてしまっており、まあ、そのような中で、まあ、菅直人さんらがやる気がなかったんじゃないかと思われますが、まあ、この3人の候補者の主張を見ましたところ、まあ、野党共闘は継続の方針のようでございまして、まあ、今後も立憲民主党は大きくは、 変わわらなないいんじゃないかと思われます、まあ、この三人の候補者の中であれば、泉さんが一番マシなのかなと思いますけども、まあ、立憲民主党には衆院選において、なぜ惨敗したのか、まあ、しっかりと分析をしていただき、この代表選において、しっかりとした方が代表に選ばれないと、次の参院選まで立憲民主党が 持たないとの指摘も立憲民主党内部から出ておりますので、まあ、立憲民主党には、まずですね、共産党などとの野党共闘を見直し、批判ばかりと言われるですね、戦略から、戦、ま、術、あ、から出していただいて、まあ、最低限、与党レベルの建設的な議論や提案を行われるような政党に、速やかになっていただくように、 お願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました